アイスランドペニス博物館は、アイスランド共和国のレイキャビークにある、陰茎の収集、展示を目的とした施設博物館である。同種の博物館のうちでは、世界最大のものとなっている。同館の収蔵品である93種の動物から取得された標本280点のうち55点はクジラ目、36点は寄脚類、118点は陸生の哺乳類のものであり、エルフやトロールのもの。2011年1月に同館は史上初めて人の陰茎標本を取得した。これは死後の提供を申し出ていた、ドナー4名のうち1名のものである。摘出が手順通り行われなかったため、標本はホルマリン処理された肺褐色の縮こまった物体となっており、同館は引き続き、より若く大きく状態の良い標本を探し続けるとしている。同館は1997年に、元教師であったシグルズール・ハーターソンにより設立され、現在は、息子のヒエルトゥルギスリ・シグルズソンにより運営されている。同館は、シグルズール・ハーターソンが幼少期に、牛の陰茎から作られたムチを入手したことをきっかけに、陰茎に興味を持つようになったことが元で設立されたものである。シグルズールは170センチメートルにも及ぶ、白長スクジラの陰茎先端部標本から、虫眼鏡を使用しなければ観察できない2ミリメートル程度の、ハムスターの陰茎骨標本まで、アイスランド中の動物の陰茎を収集した。アイスランドの民話では、エルフやトロールは、人の目には見えないとされているものの、同館は、収蔵品には、エルフやトロールの標本も含まれているとする。収蔵品には、陰茎を主題とした芸術品や、牛の陰嚢から作られたランプシェードなどの工芸品も含まれている。同館は、年間数千人の観光客が訪れる人気観光地となり、同館が人の陰茎標本を入手するまでの努力を描いたカナダのドキュメンタリー映画ザ・フィナールメンバーが作成されるなどメディアからの注目も集めることとなった。同館のミッションステートメントによれば、同館は個人が体系化された科学的な方法により陰茎学を真摯に学ぶことができるようにすることを目的としている。設立者シグルズール・ハーターソンおそらく1946年、または1947年頃、シグルズールがまだ少年だった頃に、シグルズールは牛の陰茎4点を畜牛用のムチとして用いるために贈られた。1974年、成人したシグルズールは中学校の校長として働いていた。シグルズールが上記の牛の陰茎の話を友人らにしたところ、ある友人から新しい牛の陰茎標本を贈られた。また、その学校の教師らには、夏季休暇の間だけ捕鯨基地に勤める者がおり、そのような教師らからも、クジラの陰茎標本を贈られた。シグルズールはこれらの出来事を契機に、陰茎標本を収集した博物館の構想を抱くようになり、標本の収集を開始した。その他の寄贈や、アイスランド各地からの取得を通じ、収蔵品は充実していった。家畜の標本は、土畜施設から、寄脚類及び小型のクジラの標本は、猟師から、それぞれ提供された。また、大型のクジラの標本は、商業捕鯨基地から提供を受けることができた。1986年に、国際捕鯨委員会が、商業捕鯨を世界的に禁止してからは、この提供はなくなったものの、アイスランド沿岸では、年間おおむね12頭から16頭のクジラが、また、ホッキョクグマが流氷に乗っているところを発見しこれを射殺した猟師から、そのホッキョクグマの標本を提供してもらうこともあった。また、シグルズールは標本の収集にあたり、家族の協力をも得ていた。その際、家族は不快な経験をすることがないわけではなかった。シグルズールの娘のソリュギエルズルは、かつて、シグルズールが提供を依頼した標本を土地区施設に取りに行かされ、折足区昼食休みで、施設職員ら全員が食堂に集合しているところに行ってしまった時のことを記憶している。誰かが、カゴの中には何が入っているんですかと尋ねました。私は、冷凍されたヤギの陰茎を集めているんです、と答えざるを得ませんでした。そのやりとり以降、私は父さんのために標本を集めることは二度としないから、と父に言いました。シグルズールによれば、陰茎標本をコレクションするのは、他のものをコレクションするのと同じです。止められないし、終わりにできないし、常に新しいもの、より良いものを手に入れようとします。収蔵品は、シグルズールの退職までは職場である学校に保管されていた。シグルズールは、仕事としてというよりはむしろ趣味として、これらの収蔵品をレイキャビークで公開展示することとし、1997年8月には、博物館設立のため、市議会から20万クローナの補助金の支給を受けた。2003年までには、同館には外国人4200人を含む年間5200人の観光客が訪れるようになった。2003年、シグルズールは同館の売却、または市への寄贈を申し出たが、州からも市からも財政支援を受けることができなかった。シグルズールは教師、校長として37年間勤務した後、2004年に退職したが、その後は同館の賃料を払うことができなくなった。フーサビークにおける以前の展示フーサビークの施設外部に設置された木製陰茎像シグルズールは収蔵品とともにフーサビークに転居した。フーサビークはレイキャビークから 460km 北東に位置する人口2200人の漁村であった。同館はかつてレストランであった小さな建物に移転し、通りに面して木製、石製の巨大な陰茎の像が目印として設置された。フーサビークの住民らは当初は同館に懐疑的であったが、同館がポルノグラフとは関係がないと納得してからはこれを受け入れ始めた。2012年、シグルズールは収蔵品を息子であるヒエルトゥルギスリ・シュグルズソンに譲った。同館はフーサビークからレイキャビークの中心街である。ロイガベーグル116番地に再移転した。ドイツの富豪からは同館を3000万クローナで買収し、英国に移転したいという提案があったが、ヒエルトゥルは、博物館はアイスランドになければならないとして、この提案を却下した。ヒエルトゥルは、常により良いもの、新しいもの、より大きくより美しい形のものを手に入れたくなりますよねとして、今後も、新しい標本の収集を継続しようと考えている。同館の新しい展示室に展示されている陰茎標本コレクション及び陰嚢から制作されたランプシェード同館の表彰同館には93種の動物から取得した約280点の標本が収蔵、展示されており、動物の陰茎のうち最大級のものも最小級のものも含まれている。同館における最大の標本は白長スクジラの陰茎標本で、長さ 170cm、重さ 70kg にも及ぶ。アイスランドレビュー紙はこれを本物のモービーディックと紹介した。この標本は先端部のみであり、陰茎全体では長さ約5メートル、重さ 350kg から 450kg になる。これに対し、約 2mm の長さであるハムスターの陰茎骨標本が最も小さな収蔵品であり、虫眼鏡がなければ、これを観察することはできない。シグルズールは、これらの収蔵品を37年間の陰茎収集の成果であり、誰かがしなければならなかったことですと述べている。こうした収蔵品のほとんどは寄贈されたものであり、対価を払って購入された唯一の収蔵品は、約1メートルの長さに及ぶ像の陰茎標本である。同館はアイスランドに生息するすべての哺乳類の標本を収集することを目標としているが、国外の標本も収蔵されている。これらの収蔵品は2017年8月現在、動物の種類に応じ7つのセクションに分けて展示されている。最初の人標本、編集長年にわたり、同館は人の陰茎標本の入手に向け努力していた。同館は2002年に陰茎包皮の2006年に陰嚢及び精巣状態の標本をそれぞれ取得していたが、2011年に史上初めて人の完全な標本を入手することができた。同館はこれまでにアイスランド人、ドイツ人、アメリカ人及び英国人の4名のドナーから死後寄贈の申し出を受けており、アメリカ人ドナー及びアイスランド人ドナーが最初の人標本の有力な候補であったが、2011年に最初の人標本を提供したのはアイスランド人ドナーであった。この人標本の提供、取得をめぐる顛末は、後にドキュメンタリー映画、ザ・フィナルメンバーにまとめられている。アメリカ人ドナー、編集アメリカ人ドナーは、トム・ミッチェルというカリフォルニア州在住のビジネスマンであった。ザ・フィナールメンバーの監督ザック・マスは、彼は普通の男性ですが、自分の陰茎をエルモという自分の体とは別の一人格だと考えたことから、シグルズールによれば、ミッチェルは生きているうちに陰茎を切除してもらい、本館で展示されているのを見に来たいとすら考えている。ミッチェルは、実際に寄贈がなされるまでの間の代替品として、自らの陰茎の模型を、模型にサンタクロースやエイブラハム・リンカーンのコスチュームを着せた写真とともに、同館に送った。また、ミッチェルは、自らの陰茎をより魅力的に見せるため、アメリカ国旗のタトゥーを施した。ミッチェルは、私の陰茎が史上初のペニスセレブリティになったら、本当に素敵だろうとずっと考えていましたと語っており、自らの陰茎を自作漫画本、エルモ、スーパーヒーローペニスの冒険の主人公とした。アイスランド人ドナー、編集アイスランド人ドナーは、パウットル・アラソンというアークレイリー付近在住の95歳の男性であった。パウットルは若い頃300名以上の女性と関係を持ったと言われている女たらしであり、自身の永遠の名声のために陰茎を同館に寄贈したいと申し出た。パウットルは加齢に伴って陰茎が収縮してきており、展示にはふさわしくないかもしれないことを懸念していたとされている。シグルズールがドナーと医師は遺体がまだ温かいうちに陰茎を切除するという合意をしていました。その後、血液を抜いて空気を入れるのです。遺体が冷たくなってしまうと、できることがなくなってしまいますので、ドナーは温かい状態で陰茎を切除して、品位ある形で陰茎を保存してもらうことを望んでいましたと説明するとおり、パウットルは自らの標本が品位ある取り扱いをされることを希望していた。パウットルが2011年1月死去したため、ミッチェルに先んじて、パウットルの標本が最初に展示されることとなった。寄贈申し出に従い、同館の収蔵品に加えるため、手術によりパウトルの遺体から陰茎が切除された。しかし切除は完全には成功せず、切除された陰茎は肺褐色の縮こまった物体になってしまった。シグルズールは多少なりとも通常の状態になるよう、この標本を引き伸ばして、後ろ側で縫い合わせるべきでしたと述べている。しかし、そうではなく、そのままホルマリン処理されてしまいました。この結果に落胆してはいるものの、シグルズールは、私は、より若く、より大きく、より状態の良い標本をすぐに入手できるでしょうと、自信を持って話している。この人の標本に対して、観光客からは、とても古びていて、それで、少し縮んでいるので、男性客は、ああ、私が年を取った時に、私のものがこんな風になりませんようにという反応が、最もよく示される。映画、ザ・フィナルメンバー、編集同館が人の標本を入手するまでの顛末は、カナダの映画監督ザック・マス及びジョナ・ベッカーにより、撮影されたザ・フィナルメンバーの主題となっている。この映画は、シグルズールの人となり及び人の標本を追い求める、シグルズールの努力を描くものであり、自らの陰茎を同館最初の人の標本としたいと願う、アメリカ人ドナー及び、アイスランド人ドナーのライバル関係を紹介しつつ、同館の収蔵品が追う、準タブー的な性質を分析している。ベッカーは、この博物館がロールシャッハテストのようなものだというつもりはありませんが、あなたがこの博物館にどういった反応を示すかによって、人の解剖学上のこうした要素につきあなたがどういった関係を有しているかが非常によくわかるのです。これは本当に面白い現象で、私たちは観客がどういった反応を示すかに本当に興味を惹かれますと語っている。この映画は2012年5月1日、フォトトックス、カナディアン国際ドキュメンタリー映画祭において、プレミア上映され、2015年8月に、駐日アイスランド大使館の講演を経て、日本でも公開された。その他のヒット標本、編集、シュゲルズールもまた、自らの印形を死後同館に寄贈することを考えはしたが、最終的には、妻の意向次第だとしている。妻が先に亡くなったら、私の標本もこの博物館に寄贈されます。もし私が先に亡くなったらどうなるかはわかりません。妻は寄贈しないというかもしれません。アメリカの作家、俳優であり、巨大な印形で知られるジョナ・ファルコンはザ・ハーフィントンポスト紙を通じてファルコンの死後にその印形を同館に寄贈することに向けて同館の招待を受けた。2014年5月にファルコンがこの提案を受け入れたことが公表された。ファルコンの標本は聖書の物語になぞらえてヨナと太魚と題しマッコウクジラの標本とともに展示されると見られている。ミンククジラの標本の展示、シグルズールは標本の保存のためホルマリン加工、シンサン加工、乾燥、剥製、塩蔵加工といった様々な方法を用いてきた。牛から採取された特に大きな標本は杖に加工された。なお、サロン.com のジョシュ・ショーンワルドは、1998年に同館を訪れた際に、標本が様々な形で保存、展示されていることにつき、下記のように語っている。印形標本は、壁に吊るされ、容器に入れられ、館長の愛情を持って展示されていた。乾燥した標本、ホルマリン加工された標本、ハンティングトロフィーのように展示された巨大な標本。なめし加工された牛の標本、燻煙加工された馬の標本、小さく縮んだ鹿、狐、ミンクやネズミの標本もあった。勃起した状態を永続させるため、硬い陰茎骨の入ったアザラシやセイウチの標本もあった。巨大な標本もあった3フィートにもわたる、白長スクジラの標本であった。また同館では、陰茎を主題とした芸術作品や牛の陰嚢から制作された。ランプシェードなどの陰形に関連する作品の展示も行っている。他には、キリストの割礼を描いた18世紀の彫刻から、陰形を、型切った20世紀のプラスチック製おしゃぶりまでもが展示されている。シグルズールは、また、木彫りの陰形を制作して、同館の周囲の様々なものを装飾したり、特別な日に着用するための陰形柄の帽帯を、作ったり、同館の照明のために羊の陰嚢を用いてランプを制作したりもしている。同館にはハンドボールアイスランド代表選手にちなんだ15体の陰形の彫像も収蔵されている。同チームが2008年北京オリンピックのハンドボール競技において銀メダルを獲得したことにちなみ、シグルズールの娘のソルギエルズル・シグルザルドッティルが銀色の素材を用いて、これらの像を制作した。これらの彫像は大きく引き伸ばされた代表チームの写真の真下に展示されているが、その写真における選手の並び順と像の配列は一致しているわけではない。シグルズールは配列が異なっていても、選手らの婦人が見ればどれが誰のものかわかるでしょうと話している。もっとも、ソルギエルズルによれば、これらの像には特にモデルがあるわけではなく、単に自身の一般的な経験に基づいてデザインしたに過ぎない。同館は年中無休であり、2011年7月時点では年間1万1000人の観光客が来館していた。ラフガイドツーアイスランドでは、同館は観光案内所の従業員らが困惑して、赤面するような施設という紹介をされているものの、来館者の 60% は女性であると言われている。同館のゲストブックには、寄宿学校に入っていたが、こんなにたくさんの陰形を見たことはなかった。アメリカならもっと大きい標本があっただろう。バギナ博物館はある？といったコメントが寄せられている。最後のコメントについてシグルズールは、私は陰形だけを集めています。それは誰か別の人がしなければならない仕事です。私はその人が標本をどう保存するのかに興味を持つでしょう。私は女性器の方がより生き生きとした展示になると思いますと語っている。同館のウェブサイトによれば、同館を訪れることにより、個人は体系化された科学的な方法により、陰茎学を真摯に学ぶことができ、同館はこれまで歴史学、芸術学、心理学、文学並びに音楽及びバレエといった他の芸術領域における研究分野から見て、境界線上の研究分野とされているに過ぎなかった分野に十分な注目を集めることができたとしている。アイスランド大学の文化人類学者、シーグルヨン・バルドゥルハフステーンソンは、アイスランド人の同館に対する寛容な態度は、1990年代にネオリベラリズム的な政府がエンターテインメント、創造性及びツーリズムに関し、新しいアイデアが公になることを可能にする。よりオープンな見解を取るようになってから、アイスランド社会がどのように変化したかを示す一つの指標となっていると指摘する。同館がアイスランドの文化において果たした役割の重要性は、シーグルヨンによりファロロジェクルミュージアムに表された。ボルダー・ハフスタインソン、シグレン、ファロロジェクルミュージアム、リットバーラグ、ISBN 978から36億4390万4706歳後の一本ペニス博物館のチーンコレクションに関するカテゴリー。ありがとうございます。